ゴンボール珍しいですね。ラムちゃんが主役。すごい。よし。おお。めっちゃいいですよね。このシーンとかってなかったっすもんね。今まで一番です。うん。あ、すっげー微妙。トリコンちゃん松尾です。チャンスは二階堂です。どうしたんですか。いや、知らん。ジャンスは二階堂です。なんかさ、こういうの申し訳ないんですけど、堂本剛ぐらい髪型変わってないですか僕、うん、うん、見るたび違うみたいな、うん、ね、うん、まあこれでちょっと落ち着きそうなんですよ、うん、うん、でももうちょっとね、色をね、またシルバーにちょっと変えようと思って。あ、なるほど、はい、まあ、美容室行ってないんであれですけど、まあそれはいいとして、はい、今日ね、当初3月に発売予定だった一番くじなんですよ、はい、コロナの影響でね、ちょっと伸びちゃって、うん、今日発売か、はい、っていうことなんで、ドラゴンボール珍しいですね。ヤムチャが主役。すごい。でもあれ汚いよね、言ったけどね。そう。ラストワンにだけプーアルがついてる。そうなのよ。プーアル可愛いのよね。ね。ね。だからあれ、ラストワンまで行くかもしれんけど、うん、そこまでして欲しくはない。そうですね。うん。ヤムチャは珍しいから欲しいけど、しかもドラゴンボールの一目字って大体出来がいいのね。そうですね。うん。でも他がね、やっぱね、また使い回しなのか、まあ分かんないですよ。新しいのかもしれないけど、うん、もうなんか、飽き飽きしてる面々なんですよ。似たり寄ったりのやつやもんね。なので、まあ、ライバルがね、うん、ライバルというテーマらしいんですけど、うん、ミニフィギュアもね、なんかいっぱいあるみたいで、どっちかというとそっちの方がなんかバラエティに飛んでるかもしれない、うん、じゃあ行きましょう。はい、レッツゴー。いや、行ってみよう。一番くじを買いに行く俺。 C が1個ないで、E が1個だけ出てる。なるほど。あ、これこんだけしかないですね、これね。ね、いい感じじゃないですかね。いけるんじゃない、この部屋だったらね。これ欲しいですね。これいらない、うん、これいらん、うん、この塔がなくだから、うん、こうかな。行きましょう。はい、行きます。お願いします。はい、もうクリアファイル開始。よし、よし、いい、よし、いい、よし、はい。あー、どう、なかなか、うわ、久しぶりの、うわ、よし、オッケー、よいしょ、よし、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。A賞です。ありがとうございます。一番くじを買ってきた俺。はい、ということで行きましたよ。もういつも通り。ください。すごーい、はい、この引きはすごいよ。ね。ね。この引きはすごい。あんだけ残ってて、2回しか引かれてなかったんよ。うん。チョコリン。はい。2回しか引かれてなくて、これ引いて。すごい。A 賞。これすごい、出た。開けましょう。はい、これね、これめっちゃいいですよね。今まで一番くじで、っていう、どっちかっていうと、ドラゴンボールの後編ですよね。悟空が大人になってからのやつが多かったんですけど、これ珍しいですよね。珍しいね。最初の方の初期のドラゴンボールのエンディングのとこですね、これね。はい。と、まあ、これは僕、ベジータのね、好きだから。これ、ああ、そっか。スタート、これはあれですね、貫けのやつですね。うん。めっちゃいいですよね。このシーンとかってなかったっすもんね、今まで一番くじ。うん。知らないだけかもしれないですけど、タオパイパイなんて絶対ないじゃないですか。そうね、確かに。タオパイパイですよ。あ、そっか、ドラゴンボール知らんのか、のんちゃん。あ、タオパイパイはなんとかわかります。これね、オラの全てをこの拳にかける。これ、ね、ヤムちゃん初登場のことですよ。うん。マジュニア。はい。という感じで、クリアファイルですね。これね、選んできました。これ、いいんじゃないかなと思うんだけど、どう？顔の造形が結構いいんじゃないこれね。ね、よしよしよ。あ！すっげー微妙。あ、そう。いや、正面こっから見たらすごいですよ。ほら、こっから写したらいいやろ、うん、でも横から見てこれ。あー、ほんとだ。口がニーって なりすぎなんですよ。やっぱ難しいんやろね。正面はちゃんと見える。うん。で、髪もいい、ね、髪すごいね、なんか髪もいいね。やむちゃらしい、うん、髪なかなかいい、うん、筋肉の造形もいい、うん、道着もいい、ここ黒い、うん、わ、すごい。これほら見える、影になってすごい綺麗に、うん、うんうん、いい感じの影ができてるね。ちゃんとしてる。あ、ちゃんとしてるね、うん、顔もだから正面から見たらもうやっぱこんな感じに、そういうことなんだね、ちゃんとなってますね。いいね、これね。いいんじゃない、よかったよかった。じゃあこっち行こうか、うん、うん、行ってみよう。目がボーンって出たヤムチャがいい、ね、そう、ブルマのおっぱい見て、そうそう、見てしまった時のヤムチャ。おっぱいが一つ、おっぱいが二つ、おっぱいが二つつって帰っていく時のね、そうそうそうこれね。で、ウーロンがブルマに化けたやつ、プーアルが悟空に化けたやつね、うん、で、なぜかそこにおるよ、ね、ブローリーいらんやろ、ブローリーも。もういいよね。よし、行こう。はい、さあ、出た？ブローリーゴミや、いらんくない？いらんよね。よしよしよし。いや、わしらからしたらさ、昔のブロリーがやっぱ好きじゃないですか、うん、もう小学生の頃からずっと見てきてるから、ポットでのブロリーサンキュー。さ、サンキューいらないな。はい、はい、ということでこんな感じでした、はい、よかったね、これ、うん、これはよかった、ヤムチャね、よかった、すごい、はい、ということで、はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。さよなら。さよなら。おが、ふうふうけん、ろうが、ふうふうけん。これはでもあれ、今回はアピロさんに頼らなかったな。ババンババンバンバンアビバボンバ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 ンアビバビバビバババンバ
ババンバンバンアビバノノババンババンバンバンアビバノノいいとこだいいとこだ、さよならするのはつらいけど時間だよ仕方がない、次の回までごきげんよう、ババンババンバンバン、チャンネル登録しろよ、ババンババンバンバン、コメントも書けよ、ババンババンバンバン、筋トレやれよ、ババンババンバン、違うよ違うよ奥さん。次の回も一生懸命頑張ります。ごきげんよう。